日頑張りました今日も一日頑張った、はあ、頑張ってきました。今日も朝起きてご飯食べて教習所行って帰ってきて、キックボクシング行って帰ってきて、軽く筋トレしてシャワー浴びて、でちょっとだけ休憩してから、今オンデマンド学科受けて今配信してる。えらちょっと偉くない？じゅんさん、かわいい、ありがとう、ありがとう。みやちゃん、こんばんは、お仕事お疲れ様。言ったっけ、私言ったな、顔面優勝やって、おぞっす、おぞっす、ありがとうございます。ほんと？うれぴー、なんか前髪薄いんだけど、前髪が薄いんだが、で、そう、髪の毛がボサボサでしたから、あ、くっそかわいいやって、本当ですか、嬉しい、たかしさん、ありがとうございます。髪の毛ボサボサなんですけど大丈夫？キュンです、ともやすくん、キュンです。ちょっとボサボサ、かしもじさん、こんばんは。そう、今日もなので一日頑張って、今なので褒めてお疲れ様でした。本当にそう、頑張りましたよ。明日はちょっとお友達と会って、明後日からまたお仕事なので。玉ねぎさん、サックスネス、ありがとうございます。かしもちさん、元気？ボサボサなんて気にしたいで、めっちゃ可愛いよ、だと、ありがとうございます、嬉しい、優しい、とても優しい。ちょっとここだけでもアイロンしようかな、なんかボサボサだから。ああ落ちる落ちる、よいしょ、あ、取れた、ちょっと待って、最近この何このあれがめっちゃなんていうの、安定感なくてで、ええで、お疲れ様です。チップさん、こんばんは。ヘイカルくん、こんばんは。チスチスチス、いらっしゃい。さあ皆様、お元気でしょうか、お元気ですか。8時、え、7時からご飯なので7時前に終わりますね、配信ご飯のために終わるね、ちゃんと、ちょっぴりだけ。さっきまでずっとオンデマンド学科の教習所の授業を受けておりました。久しぶりになんか学校みたいなとこに行ってる気がする。あ、6時半からご飯ですか、チップさんとこ。もうちょっとや、あと10分ぐらいですよ、急がなくちゃ。チップさん、何食べるんですか今日は。え、チップさん、バーベキュー無理なんでしたっけ、前話したよね、バーベキュー無理って言ってたっけ、今年前来てくれたからね、前来てくるところ。夜ご飯の時間決まってないんですか、もう少しだけ君の笑顔を見ていたいんだけど、いいですか。痛くなってるけど大丈夫ですか怪我みたいになってるけど大丈夫ですか。四つ葉さん、初見です、いらっしゃいです。え、白友さん、仕事でつい今まで死にかけてました、どういうこと、なんかあったんですか。あきひろさん、こんばんは。みずむさん、こんばんは。厳しいですか、チップさん。ピエン、お仕事、お仕事でしたっけ。にゅーちゃん、ファンデパップ、ナイス、ありがとうございます。この野郎、痛く、確かにこの野郎って書いてるあ、昨日ボートライブお疲れ様、あ、ありがとうございます。昨日じゃなくて、私が出たのは一昨日なんですけど、
見ていただいてたんですね。ありがとうございます。ありがたい。いや悔しかったな本当に。みーちゃん初見じゃないぞ。つなされたさしんさんこんばんは。木曜日の業務も無事終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあもう見ないもんだって。え、なんだって。ミスった。ちょっと待って、事件。危ない。危なかった。落ちちゃったよ、リップが落ちちゃった。あと1日でお休み。よっしゃやったね。そうだよ、可愛い人はずっと見ていたいやって。ずっと見といてください。頑張ろう。あと一日。え、四つ葉さん、鈴掛けなんちゃらから10年経って久々に言いました。お世話になってる。やばい、こんにちは。ありがとうございます。嬉しい。10年ぶりに見たらそれはね、それ大人になりますよね。うわぁ、10年ぶりか。やば、すごいですね。本当にありがとうございます。お久しぶりです。お腹すいた、何食べよう。私もお腹すいた。なんでアイドルって卒業した方が美人だけ卒業した方が美人になる。明日納品するものが倉庫届いてないトラブルが15時前に発覚して怒りの調整してみる。うえー、やべ、お疲れ様です。やばい、調整できたんですか。結局白玉さんの鬼の調整で無事調整されたんですか。それを調整するのが白玉。四つ葉さん嬉しい、フォローありがとうございます。毎日実は配信しているので、あの卒業してもう6年7年6年、もう分からへんくなってるわ。結構経っておりますが、6年ぐらい経っておりますが、これからもよろしくお願いします。現役からしっかり美人な件やって。ありがとう、優しい。なんとかなりましたですよ。かったよかった。さすがやな、さすが白玉さん。上田美香様、いつもお世話になっております。ゆきお疲れ。聞きます、競馬の神様さん、こんばんは。いや疲れたね。猫が夏バテしとる。暑い、今日ちょっと涼しくない？なんか寒かったんやけど、今日一日雨？なんか天気が、さっきテレビでもやってたけど、なんかもうなんかね、東京19度とかみたい。今回はさすがに何かと思った、星かと思った。今回はさすがに星かと思った。冷やし混ぜそばとチャーシューのめっちゃ美味しそう。明日はロックタウンでファンシー。ロックタウンってどこですか。じゃあプチコンプリートナイス、ありがとうございます。ウレピオ、私は明日はスペインからお友達が今来ているので、日本にその子に会います。楽しみ、久しぶりに会って。そうね、でまた週末はお仕事で大阪いないので、ちょっとそれの調整したりとかもするんですけども。ああキューズモールね、なるほど。あ、阿部の絵ようこそ。阿部のの主がおるわ。猫が食い物よこせって言ってるので言って行ってらっしゃいあ、ポケッカ欲しがってる子じゃない、その子じゃない子、星
欲しがってる子は前に来てたわ。もう帰った。その人は。お前って言われたら嫌い嫌い、めっちゃ嫌や。めちゃめちゃ、おい何様よねんってなる。お前って言われたら、お前はって私も言う。じゃあお前はなんちゃらかんちゃらするから、いやお前もなって言って、お前呼びからのお前呼びで返すわ。じゃあプロフクーラー入ってるのに扇風機から動かない、かわいい。バテてる、これはバテてる。アベノキューズモールなんて庭ですよ。あのこの間梅田歩いてたら、あのえここどこやろうみたいな、あここか、わかるわかる、もうわかったわ、もう梅田なんて庭やからって言ってる人がいた。あんたはなんだろう、別に言われるのは嫌じゃないけど、あんたっていうキャラクターはあんまし好きじゃないかもね。あのなんていうの、そのあんたっていう人をあんたって呼ぶ人柄はあんまし好きじゃないか。呼んでよ、直接渡したのに。だっていや来てくれたかった、お前あの漢字にしてもちょっと無理かもね。呼んで、あ間違って呼んだ。750万円のポケカはやばいですよね。スペイン友達と一緒にご飯食べたい。スペイン語喋れる？コミュニケーション取られへんから、もうコミュニケーション取られへんかったら、ああみたいな、なんか絶妙な気まずい1時間ぐらい過ごすことになるけど大丈夫ですか？言い返せるタイプです、私は。お母ちゃんこんばんは。ひめちは東京でさえほぼには、そんなことないよ、そんなことない、うぬ庭ならまずここどこやにはならない、残念でした。そうめっちゃ思った、それは本当に。ひろゆきさんこんばんは、ごめんなさい、好き。ええで、おんまって読むのこれ、関西弁は万国共通。関西弁っていうか関西のノリやんな多分あれは。おいしいよなみたいな、いけるいける乗ってくみたいな、あのなんかノリノリが万国共通な気がする。何を喋ってんだよって時間がずっとスペイン語話し始めた、もう日本語しか喋ってない。文集がストーカー、そうろそうそうなんて読むの、お前なんかめっちゃ丁寧語やんな。知ってる知ってる。でもあのそういうあんま多分中二病しか使わない気がするから。なんかみんな明石さんお疲れ様です、ありがとうございます。ほんまやで、ほんまやな、候補か候補。大阪弁は京都の擬音が元という日本の学説があるらしい。関西弁は擬音多いからいける気がする。あなんかでもね、実際ねこの間そのロサンゼルスに舞台公演しに行った時に、あのチームが私とあとおじさん一人しか英語喋れなくて、あと皆さんノリで喋ってはって、基本的にはもちろんなんかあの女の子同じ一緒にずっとお芝居してた女優さんたちは結構喋れる方多かったんですけど、でもなんかそんなになんて言うんだろうな、ペラペラではないですみたいな感じやって、ただでもその無理無理とかって言いながらもノリでめちゃくちゃ会話してはって、いやすごいなと思って、そのノリでこう何会話していくので、おじさんもおじさん何人かいたんですけど、一人のおじさんとかも全く英語分からへんのにめちゃくちゃタクシーの運転手さんとかと喋ってて、そうそうみたいな、なんちゃらかんちゃらでみたいな、ここここみたいな、えすごい会話通じてるみたいなのを何回かあの英語できるおじさんと感動して、すごいですって言って、上田さん助けてくださいってめっちゃ言われたけど。あなたの丁寧な表現が貴様とよく言うよね、それね、お前はこれが上の人の使う言葉だったのよく言うよ、それはみんな、お前って言われると、お前って言われるの嫌やねんって、お前って丁寧語やねんでって、これが
上の人に使う言葉やねんで、知らんのみたいな、いやお前 何時代に来てんねんってなるやつ今は使わんのや、調子に使ってみなさいなっていうのを、今まで生きてる中で10回ぐらいはやった10回ぐらいはやった。皆さんも結構ありません？そういう言われること。自分京都、私は大阪。御膳とも読むよね。あの御膳ってなんかあれよね、ご飯とかでもなんて言ったらいいやろ、定食みたいな、んちゃら御膳、なんちゃら御膳みたいなそれは違うか、漢字が違うか。お前は丁寧じゃない、お前なら私も聞こえでしょ、んは消えちゃうみたいな。 YouTube チャンネル、アイドルのいる生活のもかちゃんがお前に敏感。どういうことどういうこと。神枝とのおうって言ったら、なんちゃらのおたみたいだ。え、いいんですかそれは。でも私とのじゃないもんってなっちゃう。水村さん、お疲れ様、スタンプナイス、ありがとうございます。とおとスタンプもナイス、ありがとうございます。午前、漢字が違かった。山口さん、こんばんは、冷やし中華食べたい。貴様に、お前か、皆さん標識で、じゃあ何式で読めない、お前の午前喫水。なんでさ、なんで亀枝殿って言ったら喫水のオタなんですか。めっちゃへり下ってるみたいな、ははーみたいな相方にお前って言われたら攻撃するじゃないですかわいい白色午前に午前のぐど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 ぐ午前午前午前。あ、シンジさんも同じこと、ユッキと同じことほとんど書いてる。かぶったな。結構皆さん似てきてるよね、なんか皆さんね、なんて言うの、思考回路が似てきてて、たまになんかボケがかぶるっていうボケがかぶるっていう状況が増えてきている皆さん。現役アイドルが幼なじみの男の子と同棲する、チャンネルめっちゃ面白そう。頭いい、まあ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 、私には程遠い言葉やな。あ、まだ見てないんです、山口さん、内緒な、ネタバレ禁止な。電波が、ああ午前はなかなか難しい、あれですよね、なかなか他に感じない、方向性が違うので。まあ一応4カ国語喋れるっていうので賢いですねって言われることはあるんですが、そんなことないなら、ありがとうございます。インベーション、何かご機嫌よさげていい感じ。あ、全然普通です、普通ですよ、ありがとうございます。配信はまあこんな感じいつもこんな感じじゃない、私全然別にね、なんかご機嫌ってわけでもないですね。むしろ朝からめちゃくちゃ大変でした。はい、お腹めっちゃ空いてる、テンションがいい感じなんかな、こう何、名前出てけ、言葉のキャッチボールがいい感じですか。扇風機から動かない、またやか、みんな扇風機大好きじゃん。早く語り合おうぜ、だって頑張る、ちょっと待っててな、今教習所でちょっと勉強中で、あとなんか撮影も控えてまして、台本とにらめっこしたりだとか、結構覚えることいっぱいで、自分の娯楽が全然一個もできてなくて、映画館行きたいのに映画館も行けてね、今日パン屋さん行ってパン買ったのが一番の娯楽考察したい、だってでもまだあれやもんね、続いていくやつやんな、全部出てないよねまだ。日本語もちゃんと、私も日本語ちゃんと喋れないよ。ご飯食べるわ、あともうちょっと、シャクテロタイム、初日はなんとか大丈夫ですけど、お疲れ、元気さん。日本語めっちゃ難しいです、てか日本語だけじゃなくて言語って全部難しいと思ってるから、私はね、
まあコミュニケーションが取れたらいいと思う。言語学者じゃないし先生でもないからコミュニケーション取れたらいいと思う。白玉さんファンレバップナイス、ありがとうございます。そんな感じ。白玉さんのお友達バーベキューとか舞台とか行くよって言ってくれてました。まさにありがとうございます。どういたしましてです。君に届け受け止めて真っ白なこの思い、どんな歌やったっけ。うん、お腹すいたな。まるまるはのわをわと書いてるのはめちゃくちゃ気になる。誰か書くの。デニミセさんごきげんよう。チスインベシャ後にマブルに繋がってきそう。なんか基本的に全部繋がりますもんね。ね、それがいいんですよ本当に。昔は黄色は急いで渡れ、赤は注意して渡れだって。全部渡ってる、全部渡ってる。本当ですか。日本語不自由なことを思ってお前もお許しください。ダメだ、訂正するわ。あの言われたことある、海外スペインでお手伝い、日本語のなんか学校最初のとこにワークショップみたいなやつかな、お手伝いしてて、で頑張って日本語で喋ってくれて、スペイン人の方がなんか、お前は名前なんて言うんですかみたいな、お前のお父さんとお母さんはみたいな、どこにいますかみたいな、お前はあのね、お前っていうのはあんま使わないことなんだよって言って、あそうなのみたいな。なんか多分ドラゴンボールとかで日本語を覚えた方。またね、たかしーさん、いつでも来てね、たかしーさん。知らん歌な、ゆき。あ、わかんないな、ピムズの歌。バーベキュー一人捕まえた、舞台をこれから誘ってみるか。白玉さんありがとうございます、ありがとうございます。もしよろしければバーベキュー、まだまだあと10人ぐらい来てほしいんですけど、バーベキューバーベキューあと10人ぐらい来てほしいんですけど、どうですか。何人か声かけてみてください、お願いします。そしてここにいる皆さん、バーベキューまだあと10人ぐらい来てほしいんで来てください、お願いします。ゆみちはトリリンガルですね。ゆみちはのわのところ、どういうこと、接続のところでのはがわになるのがだから誰か書いてたんですか。私は見たことない、小学生ぐらいしか、そんな買った友達にいないプラフ神戸モン吉さんの冷やし中華見よ、え、めっちゃ美味しそうなんですけど、超美味しそう、お腹空いてるからな本当に。ドラちゃんお疲れ様です。みんなで渡れば怖くない、あ、赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないんだよ、日本の女優エメカカメイタだよ、ブルーだなって、恥ずかしい、おめえじゃなかったん、その時はお前やった、ここがお前はもう死んでいるとかさあるやん、結構海外で有名な日本語フレーズ、そういうので勉強したやろうなと思います。一人称がオラとかありえるよね。ダベちゃんこんばんは、いっぱい来たら一人頭のお肉減らん、減らん、それは減らない、人を呼ぶほどお金ない、あ、その人に払ってもらってください、それはこんなあるんやけど一緒に行かんってお誘い、お友達連れてきてほしい、どんだけ来ても一人頭のお肉は減らないです。北斗の拳、はま寿司、お寿司、今日お寿司です、私下に降りたらお寿司、お主とかうぬとか、あんまりそこまでは言わへんやろな、そこまでは聞いたことない、なんか主人公がずっとお主って言ってる、うん、有名アニメあんまなくない一人頭のエミチが減るよって、いやそんなことないですよ、平等に行かせていただきますゆえ、エミチの笑顔が増えるで、エミチの笑顔が増える
と10人ぐらい来てほしいんだな。あと10人くらい、あと10人くらいいませんか。ぼっくんさん、お魚、今からお皿持ってた、早すぎて帰らせんれんで。さっきからほうじ茶お芋パイをも待ってる猫。ほうじ茶お芋パイ食べれるの猫ちゃん。めっちゃ可愛いねんけど。ほんで私には1個もらっていいですか。私ジンベエだね。でもジンベエは一番の主役じゃないからさ、人数で割るとその分減るってことか。だってでも私の笑顔も増えるよ。やんちゃくれさんも来てくれないの。やんちゃくれさんくるくる詐欺やからな、来てくれへんねやろどうせ。ふんふん、私のことなんてどうでもいいんだ。かしもちみつおさんファンレバップナイス、ありがとうございます。お醤油はありますいっぱい。よしかなさんよほくもです。ふんふん、今日朝前髪自分で切ったんです。どう、毎日にスマイルプライスです。現地の、あ、写真の現地販売はどうなった。一応お願いしました。そう、ちょっとだけ持っていけれるようにしますって言ってくれたんですけど、どんだけとか私把握してないから、そう言ってのサプライズにはなるんですけど、グッズあれだけで終わりっていうのはちょっとやっぱ私も寂しいので、どうにかなんかもっと増やせれるようにお願いしますとお願いしました。なのでどっかでサプライズ告知があるかもしれない。もっと販売できるように。何人前のお寿司？今バーベキューの話してんね。お寿司の話も終わって。タクシーさん、お、タクシーさんまだおるやん。ちょっとだけってことは、ダンボール3箱ぐらいか。だってダンボール3箱分持っていったら、3箱分ってめっちゃ言いにくいな。3箱分持ってきていったら、みんな売り切れさせてくれる？売り切れさせてくれるんやったら、もう今すぐマネージャーさん出まして、あの絶対3箱持ってきてくださいっていう。電子写真集バーベキューの話してるね。よっこさんこんばんは。ショートカットのアクスタ、ショートカットのアクスタが欲しかったんですか？ロングだと嫌だった？回転寿司の人1人前って何される？確かに人によるよね。確かに。確かにかに、厚が返したかぶしでしたっけ。美味しい、でも美味しいお肉でしたよ。この間はね、来ていただいた方、いつコンプするかどうかやな。もうね、確かにね、確かに。もうだからこれだけ買えばコンプするやろっていうぐらい買ってもらう。うわいいな、いろんな牛さん食べたい。いろんな牛さん食べるなら牛さん、やっぱいろんな人に来てもらわないとあかんから。ダニーメッサーさんも来てくれるんですか？来てくれるってことを、この感じは。こんばんは、名前が読めない、虹色書いてる方こんばんは、いらっしゃい。イメリコ豚も来るんか。ミュウちゃんも来て、ミュウちゃんもバーベキュー来て、バーベキュー受けた。おいでなすって来なさい。待っとるよ。ダニーマサーさんもおいで。もうお肉の話してたらお腹空いてきたわ。豆知識とかいらんもんよ、やんちゃくれさん。私お肉が今すぐ欲しいです。今すぐ欲しいです、お肉が。HKT さんこんばんは。みちさんの声聞けながら作業してるけど落ち着く。嬉しい、よつぶさん。よく言われます、声が落ち着くって。作業用 BGM にどうぞ。あと寝落ち配信もおすすめ。この日のために生ハム内緒で日本に持ち込んだんやろうやって。それでイベント開いてたらもう逮捕逮捕、大量な罰金。今すぐ厳しい。
まあ今からご飯を食べてくるので。前は夜中配信でよく寝落ちしてたな。だってあ、私の配信見て、昨日は大丈夫でした？一応毎日配信しておりましてですね、はい、今日もまた夜中に、夜中ではないか、夜に配信します、はい、明日は何時に起きよう。そう、最近ちょっぴし早起きなんですよね、神枝美香的には。なんていうかもう早起きっていうか、早くに眠たくなっちゃって、時差ボケから。最近までロサンゼルスにおったから、そう、眠たくてヘロヘロになりながら。ドラッピは喋り方も好きです。だって、あ、ドラッピさんありがとうございます、ありがとうございます。喋り方ですか？私ね、優しい関西弁だねってよく言われるスペインから日本時間と逆転し、スペインからの配信の時にってこと。お目になんか入ったぞ今の一瞬で。入れて。亀田さんはスペイン語はペラペラで喋れるの？スペイン語は一応トピックによるけど、英語の方が私は喋りやすいですけど、スペイン、あ、間違った、日本語、英語、スペイン語、カタルーニャ語っていう感じです、自分の中のあれは。でも大概のことは喋れるかなとは思います。一応スペインで生活しながら、なんだ、働いたりしてたから、あの向こうで事務所入って、今も事務所の方と連絡取るときはスペイン語やし。目にめっちゃなんか入って痛い。東西線電波悪い？原爆ワクワクじゃないのよ。こうやって持って帰ってきたら変なサンタクロースさ。起きてたら駆けつけてね。昨日は深夜にクリームなんちゃんなんちゃら面白かった。見てないんだ。ダニーメッサーさん、両方行かないと。だから両方行かないと、やらない後悔よりやって後悔よ。本当に人生、明日も生きてられるかなんてわからないんだから。ひみちにはどういうこと？なんかあの人をリラックスさせるあれってこと？周波マルチリングル、ポリリンガル。ダイアンさん、僕らってどういうこと？原木。この間、しゅうちゃんと食事された日本で、アメリカで。日本でです。しゅうちゃんずっと最近日本だよ。もう、TVer で見れるようだって。TVer。スペインでダウンロードして、スペインから見られへんのかいってなって、ちょっとアプリ消しちゃった。あわてんぼうのサンタクロース、来えへんかったら後悔するに決まってるじゃないですか、ドニーメッサーさんね。えほんと、じゃあなんやかんや言うてもうそろそろ終わりですよ。トムさんこんばんは、こんばんは。そろそろご飯を食べてきますので、1階に、まあリビングにおるだけなんですけども、はい、そろそろ配信終わりたいと思います。その前に告知だけもう一回させてもらっていいですか？この配信は結構短めの配信やったんですけど、また夜にも配信するので、よかったら通知があったら来てください。今は結構何時に配信しますというかは、ランダムな時間に、時間ある時に配信してるんですけど。サイキさん、パレベアップありがとうございます。トンボさんもありがとう。そうやってるんですけど、26日からショールームでガチイベ参戦します。なので26日からはちゃんとスケジュール組んでやっていくんで、よかったらその時もまたよろしくお願いします。イベントしてなくても毎日配信はしてるので、会いに来てください。四つ葉さん、アバター帰ってくれてる、ありがとう。イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。ナイスやでありがとう。ドラッピさん、ちょっと遅かった。でそしてですね、6月30日にトークポートっていうオンラインのお話し会があります、はい、オンラインのお話し会、これも申し込みスタートしておりまして、まだまだ枠があります。よかったら金曜日なんですけどね、お話ししてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そして7月の29は生誕イベントがあります。一部に生誕イベント、そして二部がバーベキューイベントっていう感じになってます。7月1日から一般販売チケット開始です。
なので、来れるわっていう方はよかったらどっちかだけでも、なんなら両方来ていただけると亀田ものすごく喜びます。大阪なんでね、久しぶりの方も、いつも行ってるよっていう方も、初めましての方もぜひぜひ気軽に会いに来てください。よろしくお願いします。そして7月30日は元 NMB48 のメンバーが何人か集まってトークイベントがあります。こちらはもうチケット販売中です。ぜひこっちもゲットして会いに来てください。そして、これまでは全部大阪なんですけど、8月24から27は東京で、築地のブディストホール、築地本願寺のところにある、舞台なんですけど、そこで姫スタという舞台がありましてですね、なんと主演を務めさせていただきます。主演舞台です。24から27日までやっているので、こちらもチケットもゲットできます。高校生までは多分無料で見に来れるはず。ぜひ皆さんゲットしてください。主演なので無理してきてください。お願いします。今来てくださった方すいません。ひろしさんもシュートさんもいらっしゃい。ゆうやくんもごめんよ。お土産スクラッチもうちょっとで始まると思う。ちょっと待っててな。ウィヒロさんこんばんは。それではランキング読みます。いきます。13位ドラッピさん、12位ヒカルくん、11位聞きます競馬の神様さん、10位カッコカリさん、9位タクシーさん、8位ナベちゃん、7位シンジさん、6位カシモチミツゾウさん、5位ワタくん、4位ミズムさん、3位ヤンチュクレさん、2位ウーカメインの箱推しさん、そして1位は玉ねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。イエイ。はい、高木さん600回目の方もやっと、すげえ、よろしくお願いします。これからもありがとうございました。それでは皆様また後ほど会いましょう。ご飯食べてきます。全部私のツイッターや SNS もしくはこの2ピースって書いてるバナーを押していただけたら URL 出てきますので、ぜひチケットゲットしちゃってください。よろしくお願いします。ほんならね、みんなまた後で来るわ。たけしさんごめんよ。ほんなね、バイバーイ。ご飯食べてきます。